カチャカチャカチャン、チャンカチャ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 ン、ヒヤーヒヤーヒヤーヒー、ベンベラ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 ベン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 ベラン、ヒヤー歌っちゃおうね、ツン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 、黒い岩を静かにした、あの人は帰らぬ、水の親に向かってなんてことさせんの。ミキは近所でユーフラスンで有名なんだから、これよ。ねえお母さん見て見て見て、なーに、なーに、スナックミミ、ミキミキ、まもなく開店。あらまあ、私がそこの看板娘。うわ、そうか、ぐるっと回るから開店。私藤村美希は将来喫茶店のママになり、そしてチェーン店を増やして、女じ実業家になり、そこにステージを作って、私はそこで歌ってみたいんです。ま、ミミ見て見て、近い将来大女優としてデビューする美濃蘭のロミオとジュリエット。ジュリエット、あなたはどうしてロミオなの？名前を捨てなさい。それがお嫌なら、せめて私を恋人だと誓ってくださいね。ああ、私もとうとう美しさを武器とする女になってしまったのね。どう美しいでしたら？知らん、学芸会だ。私どうしたらいいの？何でもしろ。解散後の私田中よし子、一日も早く良き伴侶を探して、妻となり、そして母となり、活躍して田中やつり具店を大きくしたいと思います、電気スタンドみたいですね、これは。買っちゃった。それしかないわよ、本当にそれしかない。いい顔してるわね、今日は素敵よ、本当に。そんなバカなことをやってるようじゃもうダメダメダメだって、すぐに出世がするから。ぶち込んでなんか喋るから。何を言ってるんですか。はい、皆さんの将来の夢に語る、これは結構なことです。将来を夢見る、これは結構ですが、将来行く道には茨の道というものがあることを忘れちゃいかん、忘れちゃいかん。そうでしょう、だってそうだ、そうだ。茨の道をこう踏み越えていくこと、バラ色の人生ということがあるのではないですか。茨の道ね、茨の道を知らん。どうまた言うか。じゃあ早速その茨の道にしておあげ。はい、僕は茨の道さえあれば、僕はこんな嬉しいことはない。はいはいはい、はいはい、うわー、顔がもったかーい。さあさあさあ、足こっちやって、さあ乗り越えるんだから、茨の道を。はい、みんなで乗り越えておあげ。はい、じゃあどんどん乗り越えろ。はい、勇気を。あらららあらららあらやってやろうか。さあ乗り越えたところでよたろいていっちゃおうか。はい、じゃあ、はいはい、みんなご挨拶して、3人とも、はい、長い間本当にどうもありがとうございました。これからは田中屋釣り具店で、私はこの番組を見たいと思います、そして残った皆さん、これからも一層の活躍ご期待してます。それでは皆さん、さようなら。お元気でーす。おやすみ。さあ行こう行こう行こう。最後に残ったやつは本当にバカみたい。関係では本当に行ってしまうのですか。寂しいなあ。でもね、辞めた後は一生懸命努力して人間として生きてくださいね。僕ら残った2人は視聴率が落ちないように頑張ります。あらてまぶけば風もぶく女の向こう辺りまで。